どうも、こんばんは、エドです。今回は東京グルインボーク、メンテナンスはなんか金曜日になったみたいですね、ということでガチャに、リインボークフェス10日ですね。今回のインボーケフェスは、来てるんですが、まあ性能はちょっとよくわかんないかな。これ2ターンの間 150% にアップ、ブレイク200ダメージ、あーアンテイクのブレイクを150にアップですね。まあ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 、アンテイク強化って今までいたっけ、ちょっとあんま記憶ないんですけど、スキル見ていこうか。なかったよな。私にも罰が必要でしょ。っていうかこれってさ、ルートへの最終回だったかな、違うのかな、これって最終回のさ、ヨモさんに止められて走っていくとこじゃ ないの。いや、わかんねえあんま覚えてねえ。というわけで10回ですね、連続しかないんで10回連続で引いていきましょう。30個。まあこれで別に何出てくれてもいいけど、いやダメだ、 SSR 出ねえとダメだ。あ、出てくれ、かぶってもいいから出てくれ。せいっ、これ出ねえんじゃない、これ SR じゃない、これ。まあ30個だしいいんじゃないかな。あー、フェス源はね、最後まで引くとしてもね、フェス源が増えてから引くとね、余計だるいんで。でもピックアップって10日だから10日確定なのかな。今回10日確定なのか、じゃあ言ってしまえば。そうなっちゃうのかな、これ。なんかさ、もう1個追加されてるよね、フェス限定 SSR 確定みたいな。違うか、やっぱこのこいつらだよな、このフェス限のこのキャラたちがさ当たるみたいな、そういうくじ引き始まっちゃうでしょ。だから欲しいキャラがいたらさ、やっぱその少ないうちに引いとかないとね。まあこれから欲しいキャラが出た時ちょっと地獄を見そうなんですけども、はい。というわけで今回は、今月のインボケフェス10連でした。では次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。